はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら。ババーン。セレズニア・ソルジスターズですかね、になります。はい。今年ね、虎年ということで、MTG で虎といえば何があるかっていう話をね、二つ前ぐらいかな、の動画でしたと思うんですけど、はい。1月2日の動画ですかね。でしたと思うんですが、虎といえばね、私がね、言った通り、あんまり強いカードがなかった。っていうのと、トランプルが強かったよねって話してたと思うんですけど、トラといえば猫なんですよね。うん。で、猫といえばね、MTG から猫といえばアジャニさんがいるんですけど、アジャニの群れ仲間とかね、結構強い猫が多いんですよね。で、じゃあね、アジャニの群れ仲間が、猫で、ライオン。でも猫は一応トラでもあるんで、トライコールライオンが成り立ちますよね。で、群れ仲間って、近いカードがいっぱいいるんですよ。はい。それが、神聖なる僧侶、トレッサー・ラーズインドと、祝祭者の声ですね。はい。ジェネリック群れ仲間ということで、こいつらは、実質、猫で虎ですね。うん。ニアリーイコールぐらい。で、猫で虎だと思うので、はい。こいつら入れてあげれば、虎デッキということも成り立つんじゃなかろうかと、いうわけですよ。はい。で、BOC でも使えるカード使ってもいいと思ったんですけど、スタンでも結構アリーナ限定のカードで使えるカードがあって、それが、神聖なる僧侶ですね。このカードのおかげで、プラス1カウンターのばらまきっていうのは結構やりやすい。2マナの群れ仲間系のカードが計12枚入れるようになるんですよ。はい。3マナまで行くともう1種類増えるんですけど、うん。いや、今の環境は結構強いんじゃないかなってことで、はい。純粋に EZ には勝てないと思うんですけど、白タンミルイタ入りには、なかなか勝てるようにはなったのかなーって印象です。はい。そして、もう一つね、アリーナ限定のカードとして、魂の癒し人だけ入れてあります。はい。1マナでライフインができるカードが欲しかったんですよ。で、アリーナ限定のカードじゃないやつっていう手段もあったんですが、今の環境だとインスタントでライフインできる方が重要かなってことで、はい、今回はこっちにしてあります。理由がね、一応ね、イゼット対して、飛んできた受験に対してライフゲインしてパンプアップするっていう動きができるので、こっちでもいいのかなーって印象です。そもそもパワーゲーでもあんま関係ないですからね。はい。というわけで、なかなか面白い感じのデッキになったんじゃないかなと思います。はい。他にもね、改良案みたいなのが結構あったりとかして、なかなか面白くはできると思うので、はい。その辺の手ではね、書簡の方で解説していこうと思います。はい、というわけで、本日攻撃使ってランクマッチやってきました。正直的には多分5割かな。ランク上がらなかったし下がんなかったんですよ。なので多分5割ぐらいだと思います。それかちょっと5割で低いかな。うん。ランク上がったタイミングでの、保証分でなんとかなってる可能性があるので、5割か5割よりちょっと低いかなぐらいですかね。イゼットが多すぎますね。うん。対戦の方へ。どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。キープだとは思いますね。天守引けてるのはでかいかなと思います。天守スタート。祝祭者の声、祝祭者の声が一番強そうですけど、対面イゼットですね。イゼットにはガンフリつくと思うんで、あんまりなんですが、いいでしょう。こっち止まったっぽいですね。これはトレッサーラ。いや、祝祭師ものの声2枚の方が多分強い。うん。いや、一応トレッサーラから入った方がいいかな。この萌え柄重すぎるんですけど。エンド。ライフゲインできるカードなくなりましたか？ただ、言うて相手も結構事故ってそうです。亭主入りましょう。これはトレッサーラさんから入るのがいいと思います。3点火力なら、オッケー。ほんまかどうかは、後に置いておくんですけど。これ、もう一枚萌え替え地獄ありますかね。通ってライフゲイン1回でもできると、それだけでも相当楽になるんですが。打たせてくれないかな。親の仇かのように、落とされますね。これはもう、こっち置きましょう。エンド？相手土地集まってるっぽいんで、
卵2枚目。お、オッケー。これは結構楽に動けそうですね。とりあえず僧侶から入りましょう。1上げるだけでも、卵のね、打点っていうのをちょっと落とせるんで。した。後々欲しいカードではありますが。まあ、2面止めて、3点かな。インスタントのね、ライフゲインの要素があれば、それだけでもなんとかなりそうでしたけど。これ、卵は変身しちゃいますね。こっちは拾いに行くと思う。嫌なのはトゲ平原があるパターンか。そうですね。トゲ平原で小三兵を起こされるのが一番嫌なパターンですが、まあこんなんもう神聖なる僧侶一択なんで。あ、これガーディアンフェンスだけでもなんとかなりそうかな。これフルパンでいいのか。まあ相手が土地詰まってるから勝った試合みたいな感じはしますが、まあ見せたい動きは見せれてるんで OK かなと思います。次はガーディアンフェイスでも詰めれるかな。そうですね、一体でも通ればガーディアンフェイスで出してライフゲインしてっていうので動ける、勝てるかなとは思います。トゲ平原が嫌ですか。そうですね、トゲ平原だけはド恨めですけど、まああんなもん関係ないんでぶん殴りましょう。はい、トゲ平原のドラメなんか今考える必要一切ないですからね。で、一応相手から動かなきゃいけない状況なので、まあ相手から動いてくれると思います。スペル2枚での除去がない限りはなんとかなるのかなという印象はありますね。スペル2枚で卵とかが打ってこられるとめんどくさいぐらいですか。まあそれ以外はなんとかなるのかなっていう印象はあります。トゲ平原消え吹き棒消え吹き棒みたいな動きされちゃうとダメですか。ここのバウンスはいい。このバウンスはまあまだいい。はい、あ、これでかいとこ2つブロックしても5点取りますよね。森柄キッカー、まあとりあえず卵は置いて、ここに点も飛んで、でガーディアンブフェイスで、ライフゲイン先で、まあ、これは小三兵消すだけでいいかな。待っておきましょう。でかいとこ2面止めても通るんで勝ちですね。どうなるかとかと思いましたけど、まあなんとかいけたかなと思います。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手これはまあキープかなと思いますね。祝福祭祀者の声が出るかどうかがちょっと怪しいですけど。まあ、小三兵から入って、まあ、戦を止めまで繋がってくれれば OK かなーっていう気もします。白丹。白丹ですか?おっしゃる者の案内。特殊物の手なんですよ、ここ。触手打ってあげるのも一つの手でしたけど、まあでも打つのは祝福祭祀者の声とか出してからの方がいいかなと思うんで、でこれは多分土地引けないパターンな気もしますけどね。おっしゃるもの縛り、ああやっぱりこうで、土地あと1枚引ければ、戦を止め、祝福祭祀者の声、で、なんとかなると思うんですけど。まあ、引けないなら終わりですね。亡霊。まあ、1枚入ってくれたのはありがたいかな。ああ、引けた。オッケー。
とりあえず戦乙女連打していきましょう。相手の追放除去が何枚続くかですかね。うん、まあ繋がれば繋がる分だけ私の方が不利になるんで、レーディン、まああんま関係ないかな、どうせ殴れないんで。戦乙女エンド、これは土地があともう一枚欲しいですか。そうですね、白土地がもう一枚欲しいかな。それなら祝祭師ものの声僧侶で動けるんで、でこのターン取らなかったってことは追放除去は手札に持ってないですね。うん、ありや、関係ないですね。欲しかったのはこっちではないんですが、まあ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 いいでしょう。えんの次のターンから殴り始めて良くなったかなと思います。ポタホ取られましたね。いやまあどうせ相手殴れないんで、まあ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 いいでしょう。これは僧侶プラス癒し人でいいかな。はい、癒し人、で、もう戦闘で殴り始めたって問題ないです。こういう対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、後手ではあるんですけど、キーパーできそうなハンドかなと思いますね。うん。裕福な天使から入ってっていう動きだと思いたいんですけど、白弾ですね。後手引きましたね。いや、まあ、ボーリングプレイまだマシですか？そうですね。うん。スカイクリームの亡霊がいる分でまだマシな気がします。次のターンは低周僧侶でいいかな。 PV、 まあ僧侶1枚かスカイクリームの亡霊取るんじゃないかなって気はします。亡霊取りましたね。うん、まあブロックしないで、まあ天守追加で置いて置かないのも一つの手だとは思いますが、まあさすがに置いていった方が強そうなんで僧侶から置いていきましょう。うん、純粋にサイズで殴っていく形が一番強いんで、敵タイプ的に。はい、聖戦士、ブロックしないで、次、まあ、スカイクリームの亡霊立てるんですけど、テクニック一つあって、はい。誘発の順番を、スカイクリームを最初にします。で、これ、聖戦士取る、先に取ることによって、まあ、戻ってきて、これ、ライフゲインが発生してから、まあ、ライフ4回発生するんで、ほい。僧侶がね、全部解決するようになるんですよ。うん、これ覚えておいた方がいいテクニックの一つかなと思います。ライフゲインを後に回す動きですね。うん、あとこれを使う状況といえば、例えばまあ戦乙女とまあ一点ゲインのやつ、例えば天使と戦乙女がいるときに残りライフ26ですよって時は、先に天使から使うことによってまあサイズ上げれるんで、その辺覚えておきましょう。うん、一つのねプレイの芯としては OK なのかなと思います。ここで対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手これはすごくいい手札ですね。キープしましょう。まあ、天使から入るの確定で、一応戦乙女から入りたいかな。そうですね。ただまあ、白弾であるってことを含めて、まあ、何かしら飛んでくる可能性は高いかな。サンマナイキだと、普通に亡霊とか飛んでくる可能性は高いんで。まあ、一応こっちから入ります。理由なんですけど、タンマーは粗暴な聖戦士なのであればスカイクレームの亡霊で取れるからですね。まあ相手が亡霊だったら関係ないんですけどね。うん。一応スクライ2の方が強いかな？いや、ただ祝福最初者の声を早めに育てたいかなっていう気はするんで。まあトレスターが後かな、思います。
ライフインができるカードか、まあソウルシスターズ系のカードを追加で漏れれば OK なのかなって思います。これ以降土地はいらないですね。うん。ポーターホ。まあ純粋にサイズ自体はでかくなるんで、タリアとかは殴れなくなるんじゃないかなと思いますけど。ブロックしない。あー、小三兵いいですね。亡霊どこに当てますかね。野心家に当てるのもポータブルホールに当てるのも全然ありなんですよ。まあこれ一旦メインで止めてポタホに当てますか。最初がスカイクレイブの亡霊で、はい、これで追加でまあ2回分回復が入るんで、うん、あーこれ一旦止め偉いですね。拾っときましょう。まあ手札なくなったんであれですけど、このターン除去が飛んでこなかったんでトレッサーラさんは残りがきつそうですかね。うん、まあとりあえずトレッサーラさん殴りましょう。8点相手して、まあさすがに祝祭者の声の方が重いですかね。うん、粗暴な聖戦士。トレッサーラパクられて野心家。まあサリアアップしても祝福大使者の声突破できないんで、まあ一応戦を止め出していきましょう。あとクリーチャーもう一枚引ければバンバンザイみたいな形ですかね。とりあえずこれは警戒持ちなんで殴ります。祝福大使者の声が取られちゃうと大問題なんですが、まあ取られなかったら勝ちかなと思います。亡霊ポタホ聖戦士なんで、まあ適当にクリーチャー1枚引ければ OK かなと思いますね。うん、相手視点ここで何かしらできないと。そうですね、グッドゲーム大差ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいて分かる通りね、基本的には純粋にサイズ上げてぶん殴るっていうのはこのデッキで一番強い動きになるかなと思います。はい、ただねこのデッキも弱点というか動きとして、まあデッキ単位としての弱い部分がいくつかあって、それが一旦除去されちゃうと立て直しに時間がかかることですね。はい。まあどうしてもね、ライフゲインをして、まあその回数でどうこうするっていうタイプのデッキなので、一旦除去されちゃうとそれがリセットされちゃうんですよ。なので例えばね、まあ相手から、まあ粗暴な聖戦士とかで取られましたよって時にスカイグレイブの防衛が取り返したとしても、まあどうしてもね、まあサイズっていうのが下がっちゃうっていうのはこのデッキの弱点の一つなのかなと思います。まあ一旦帰ってくるとその分だけライフゲインの要素誘発自体はするんで、まあそっちの方で何とかするっていう手段はあるんですけど、まあそれでも結構厳しいのかなーって印象です。はい、それとまあスカイフレームの亡霊ですかね。このカードの枚数増やしたいなーっていう思いがありました。うん、まあ枚数増やしてあげてもいいのかなと思います。それとまあ壮大な人ですねこのカード。一応並べた後にトランプル要因として持ってきたんですけど、なくても勝つし、そもそもトランプルが必要な対面、例えば黒タウンとかですかね、に関してはそんな有利がつかないので、まあ抜いちゃってもいいのかなっていう印象があります。なので、この一気は不利な対面をガン無視して、有利な対面をとことん有利にするっていう方が強い、まあ勝率自体上がっていくのかなっていう印象がありましたね。はい。それと、まあどうしてもね、コンボデッキに近いデッキ、まあライフゲインできるカードと、まあライフゲインを使うカード、の2種類を両方とも引かなきゃいけないタイプのデッキであるってことを含めて、まあライフゲインできるカード16枚、ライフゲイン先のカードが12枚があるので、まあ結構な確率で引けるんですけど、それでも事故ることだったりとか、例えば相手がね、ライフゲインできるカード除去して、このカードがこっちの方はね、サイズが上がんなくてっていうこともちょこちょこあったかなと思います。なので、まあ継続的にライフゲインできるカードあたりをもうちょっと増やしてあげるだったりとか、もう除去とかガン抜きしてライフゲインともうこの辺のソルシスター付けのカードだけ突っ込むっていう手段はありなのかなと思います。ただね、まあ無差別の即死や包丁の秘文みたいな両方ともライフゲインしながら格闘除去が打てるカードの1枚なので、はい、この辺は結構強いのかなっていう印象はありました。なのでまあ亡霊抜きこの辺のカード増やすとかそういうのはありなのかなっていう印象はありますね。まあガーディアン・オブ・グレイズも全体除去受けとして引いてあるんですけど、クリーチャーカード全体除去受けれるカードですね。あるんですけど、まあこれ自体がライフゲインするわけでもないですし、まあフェイズアウトとか結構使ったことはあったんですけど、まあそれでも、これよりはライフゲインできるカードだったりとか、この辺のソウルシスターズ系のカード
まあ、サイズアップできるカードを突っ込んであげる方が強いのかなっていう印象があります。それとね、この機まあ、レアのカードちょこちょこ使ってますけど、触光みたいな構築もできまして、BO1 限定ならね、3コストに、まあ、この辺の、まあ、ライフゲインするたびにプラス1カウンター乗っけるカードっていうのも存在したりとかして、まあ、レアリティ落とすこと自体は可能かなと思います。まあ、戦乙女とか強いんですけど、この辺のカード抜いて、まあ、レアなし構築っていうのも簡単にできるのかなって印象はあるので、はい。まあ、その辺も考えてみればいいのかなと思います。はい。掃除で非常に使いやすいデッキで、まあ、考えることも少ないんですよ。まあ、テクニックとかちょこちょこありますけど、うん。まあ、動画内でもちょっと説明した、スカイクレイブの亡霊とかで除去するときに、まあ、先に、ライフゲインの誘発を後にする。まあ、先に追放除去を入れるって方法だったりとか、まあ、裕福な天使をエキサート名がいて、ライフが残り26点ですよって時に、まあ、クリーチャー出した時に、1点から先に処理することで、エキサート名のサイズが上がる。エキサート名で回復できる、まあ、量が上がる。だったりとか、まあ、この辺の、祝福戦士もの残りとか出した時に、先に、1点の原因を入れて、まあ、カウンター乗っけることで、ライフゲインの量が上がるとか、そういう細かいテクニックがあるんですけど、まあ、そうやって使いやすいデッキなのかなと思うので、よろしければ皆さん、ぜひ使ってみていかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。